習チャンネル。生きてたことに感謝するのではなく、生きてたことに、なんで生きてるのか、そもそも死んでもよかったんじゃないかって思って鬱になったんですね。 その転機があった時点から、うん、サラリーマン的な感じで働くのはちょっと無理かなっていうのは、うっすら思って。とはいえ未経験でベンチャーの立ち上げを、しかも社会人経験もほぼゼロっていう状態で、さすがに天才岩野氏でもこんな活躍できると思わないんですけど、ほんまにその通りで、うん、1年目は中盤ぐらいで、うんうん、本当にその一緒に創業した社長が僕のことを切ろうとしてたぐらいポンコツみたいな、知り合いの経営者の人に相談したりとか、うん、ほんまに悩んでたっていうのを後から聞きましたね、うん、そのぐらいほんまに何もできなかったですね。何もできんかったといえ、あの仕事はあるわけですよ、ね、うん、どんなことをしてますか。最初の仕事って本当におめでとう発注みたいなやつあるじゃないですか。ご祝儀発注ね。そうご祝儀発注のお願いをするところに一緒に連れて行かせてもらって、彼実は中高大一緒で文章書くのとかめっちゃ得意でみたいな、結論ライティングの案件からスタート。5000文字で1文字1円単価とかで、ほんまにめっちゃ本気でやるんで、5000文字だけど論文化ぐらいめっちゃ調べて参考文献とかも添付して送ったりしてて、とにかく質で納品さえできれば売り上げが立つから、とにかく1円の売り上げを立てることに本気で向き合ってましたね、最初の方。大事よねーつで、骨みたいになっちゃう。骨みたいになっちゃう。つらかった1日かけて書く量ですよね、5000文字なんて。それ30日繰り返して15万の売り上げですから、それでもまだ給料分稼げないわけですからね、半端ない労働ですよそれは。いきなりはさすがにっていうことで、そう同級生も思ったんですよ、わけですよ。ってことで、実はその一社出稼ぎに行く、一社これは自社のことをやるっていう感じで1年目動いてたんですよね。その出稼ぎを言ってたのが、バリュークリエーション。そうです。じゃあその5000文字のライターとかやりながら、それだけだと給料分稼げないから、出稼ぎに、いや他の会社のお手伝いをしに行って、そっちから半ば給料もらうじゃないけど、っていう感じにやってたと。そうなんですよ。その会社がバリュークリエーションで、僕の前職の会社で、そこで同僚だったんですね。そうです、そうです。何も知らないから、ウェブ系の会社でちょっと勉強してこいと。はいはいはい。勉強してこい、ついでにちょっと売り上げを立ててこいみたいな、なるほど感じですね、はい、うん、週3、4でその出稼ぎに行って、その週3、4の働いた夜、深夜までと、それ以外の全部を自社のことをやる時間に当てるっていう。僕と岩野くんはバリュークリエーション時代一緒だったんだけど、部署が全然違うと。僕はフランチャイズのメディアの方やってて、ね、岩野くんはリスティング広告の運用のサポートみたいにやってたから、部署全く違うんだけど、ベンチャーには珍しい経歴というかね、壮大な方出て、あんなところでなんか超下っ端でインターンやってるやついるぞみたいな、ね、なんであんなすげえやつがあんなところでインターンやって、しかもなんか全然よくわかんない人から仕事できないみたいなレッテルを貼られてて、競合の方で仕事できないわけなくねって思ってたんですよ。ただなんか気になってよくタバコとか誘ってね、一緒に行ったりとかっていう、まあそれだけのつながりではあったんですけど、あの時はそんだけ苦しい時期だったんですね。苦しかったよ。いやだってあの小話になりますけど、うん、バリュークリエーションの6時か7時ぐらい終わるじゃないですか、そっから速攻で宮益坂のね、エクセルショーのタバコ吸えるところで、閉店まで毎日やってましたから、タバコの値段もちょっとその当時の僕には重いんですけども、1泊ぐらい吸って3、4時間で1泊ぐらいもうずっとタバコ吸いながらカタカタやって、店員さんにも覚えられたりとかしてあの3時間で1泊吸ってくるみたいな。違う、エクスシオルっていうね、またちょっと安めのね、貴族コーヒーじゃないよね。そうです、そこでだからウェブの勉強しつつ学んでたんですね。で1年目はもうとにかく地獄だったと、普通に考えても分かるよね、だって地獄具合が地獄ですね。バリュークリエーションの時いくらで働いてたの。時給1500円もらえてて、知り合い捨てで、ある種こう連呼採用みたいな感じで入れてもらったんで、そこはめちゃくちゃ助かりましたね。下手したらだからライティングの5000円のやつより時給いいよね。全然いい。5000円の文字そんだけ本気で書いたら、下手したら時給1000円割るからね。余裕で割ってたよ。ほんまに今だから言うけど、その前職の1年目は、自分の会社からの給料は3万円でした。どういうことバリュークリエーションからその時給分全部丸々いただいて、それで大体15万ぐらいかな。で自社からは3万円、18万で働いてた。カツカツっすね。確かに岩野くんめっちゃ金ないイメージだったもん。そう。
京大法学部なのにインターンやって金ないやつみたいな最悪でそれが1年目の3ヶ月目くらいまではひたすらこうライティングの案件で、4ヶ月目くらいからそのちょっと重めの調査の案件が入ったんですよ、はいはい、実は後から考えるとこの調査案件ってすっげえ良かったんですけ どあるめちゃくちゃ大手のところで代理店をやってるおじさんがいて、そのおじさんとうちの前職の社長が知り合いやったんですね、頭いいやつおるから、こいつになんかいろいろ調査させて、パワポにまとめてプレゼンさせたらどうですかっていうやつが通って、それがパワポ70枚ぐらいを本気で作って40万の仕事でした、まあ、これはね分かる人には分かるけどめちゃくちゃ安いですね。喋、ろうと思ったら3時間ぐらい喋れる内容を1枚に凝縮しないといけないぐらいの、濃いパワポ、めちゃくちゃ濃い、濃い何百万普通、そう、実際にその超大手のね、ところの、まあ、皆さんよくご存知のやつだと思うんですけど、会議室にですね、10人ぐらいブワーって並んで、でそれにこう対峙してプレゼンをするみたいな、調査結果こうです、だから御社はこういう風に戦略立ててやっていかないといけないですみたいな、それもね時給は超低かったけど、仕事としてはかなり身につきました、なるほど、はい、そして大手ってどこだったんですか、 P 入れるけど、じゃあそこの本社でプレゼンするみたいな感じ、あ、それはでかいわ、経験としてもね、すごい良かったですよね、それが1年目だったと、そうです、でも仕事できなかったんですよね、なんで、そうですね、何ができなかったんですか、そんな、訂正できっていうか自分の振り返りなんですけど、プライドっすね、無駄にプライド高いできないやつ、無知やのにプライド高いやつですね、そんなもん3年過ごしてきた友達、3年過ごしてきて社長になっていろいろ営業活動やってるやつと0歳、0歳の僕、でも関係値的には単なる同級生なんですね、そうですね、同級生から言われたことことごとく反論してなので、これ首切ったのかなっていう、まあそれ扱いづらいよね、社長からしても、あんまり申し訳なかったですね、その半年ぐらい経ったタイミングで営業もちょろちょろと回るようになってきて、そこでウェブメディアの案件だとか、調査をもう一回お願いしますとか、引き続きロライティングの単価ちょっと上がったりとかしてね、でそのタイミングで一回ね社内会議が行われて、言うてるの、岩野の今後についてみたいな、俺もう無理だって言われたんですよ、マネージメントするのはもう無理だみたいな、指示出しとかしてね、いちいちこう細かくチェックするの無理だから、一回自分でやってみてみたいな、それはいい意味ででしょ、そうです、そうです、とにかくもうあなたが全ての責任ですみたいな感じで任せてくれたんですよ、そっからほうれん草の重要性がめちゃくちゃ分かったんですよね、いざ自分に全責任ってなったら、やっぱり自分ごと感が増して、クライアントにしょうもないもん見せられへんっていう、今まではそれを事前に食い止めてくれてたんですよね、その前職の社長が、それをこう自分から能動的にこれどうやろうみたいな感じで相談するようになったことで、数十パーセント進むタイミングでこんな感じで進めようと思ってるけどどうかなみたいな感じで、僕から相談するようになってたことに自分でも驚くべきことに気づいちゃったんですよ、なるほど、あ、なるほどなと、彼が求めてたのはこういうことかっていう風に分かって、そっからは全部その仕事の仕方するようになってからは結果も出るようになったし、円滑に進むようになったし、クライアント満足度も高くなってきたので、じゃあ仕事がずっとできなかった1年目と、できるようになった2年目と、そのきっかけはほうれん草ができるようになったことですみたいな、 それと任せられるようになったからっていうのは、あれですよね、要は結果が出たら自分のものになったからこそ、よりなんか自分ごとでやるようになって、そうですね、ベンチャーでも結果出せるようになったと、むしろマネジメントサイドの人にいい例になるかなと思って、クソほどプライド高くて言うこと聞かんなこいつと思ってても、一旦やらせてみて化ける可能性ってやっぱあるんですよ、なるほどね、僕もプライド高いやつはなんか、え、じゃあお前の責任全部やってみっていう方が伸びる印象ありますね、それの典型例でしたね、じゃあそれでもうベンチャーで任せられて、マーケティングとかメディア運営だったりとかっていうのをガンガン受託で受けて、そうですね、ことごとくちゃんと結果が出てて、その会社の売上の大きな割合を岩の売上みたいな感じで占めるようになってったと、そうですね、お2年目からはそれこそ蜜をチュルチュルとなんか吸ってる様をね、もう目の前でね、いいだろう、甘えーっこの高品質が出せるんだったら、もっと一緒にでかくこう売り上げ作っていけるなと思ってて、年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中、概要欄をご覧ください。